続いては身も震える恐怖のアトラクション。こちら。わかる？やだやだやだ。病院マニアです。病院マニア。これはもう本当鳥肌の立つ。やだ。夏の家はでもこれですよ。さあ、はい、突然ですが、くすみ VS さやしの怖がり対決。どっちが怖がり？新旧モーニング娘。対決。勝敗を決めるのは悲鳴の高さを測定できるこの装置。悲鳴が高かった方が負けとなる。そして罰ゲームはこちら。107メートルの高さから急降下するブルーフォール。戦慄の恐怖を味わってもらうぞ。おー、あ、止まった。すごい。どういう、え、どの感情でそれになるの？カメラさん。まずはさやしから挑戦。え、一人で行くんでしょ？きついね。あー、もうやだ。かわいい。たまんねえな。どういう楽しみ方だよ。え、もう本気でやだ。全然進まない。これ今日中に終わんねえな。やばい、行けたくない。え、ちょっとダダッコがいるあそこ。さあ、やだーやだー。あー、行けたい。私に怖がると悪いことしてる気が。だって娘でもおかしくない年齢だから。やめて。いや、怖いでしょ。やばいだよ。入れない。あれ、入れない。入れない。後輩を気遣い、先輩くすみも一緒に行くのだが、いたいけな少女を泣かして。ガチでけ、ガチ蹴りてやつやん。帰れ帰れ帰れ。うわ、怖っ。ダメだ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 。ここの A 十分。ほら、あとだから後輩を置いてこない。やだ、誰か座ってたもん。いやダメだ、絶対ダメ。中にさえ入れない2人。そこでマネージャーも含め5人で入ることに。もう対決どころじゃないね。